はい、皆さんどうもガメコです。本日もシティーズスカイライン PS4 版遊園地建設編実況の方やっていきたいと思います。おそらくですね、今回で最終回になるのではと、思っております。はい、ということでですね、前回どのあたりまで行ったかと言いますとですね、はい、こちらのバードソングパーク遊園地ですね、ギュギュギュッと実着しまして、レベル4まで行っております。もう時期レベル5になるかなという感じですね。でこちらのパークヒルズ、こちらはですね、建てたばっかりですので、前回ですね建てたばっかりですので、まだレベル1になってます。はい、ということで今回は、レベル5最終回目指していきましょう。パークヒルズがレベル5にならなくても、このバードソングパーク遊園地がレベル5になったらいいかなと、なんて言ったって遊園地建設編ですのでね、はい、いいかなと思っております。ちなみに前回の動画に対してのコメントをいただいております。ありがとうございます。はい、偉くギュッとなったな、バードソングパークということで、もともとですね、このパークヒルズがあった場所が、全部遊園地のねバードソングパークだったんですけども、まあ建物自体そんなに大きくないし、一つで良くないということで、ギュッとさせてもらいました。まあこのままでも差し支えないような感じは、いたしますが、ということでですね、今回はレベル5を目指して頑張りたいと思います。思いのほかね、ひょっとしたらすぐ終わるかもしれないんですけれどもね。はい、それではやっていきましょう。大変な、はい、大変なことが起きてしまいました。見てください、この廃墟と水が足りないマークね、すごい出てるんですけど、何が起こったかと言いますとですね、はい、横スライドしてもらったら分かる通り、川がですねちょっと干上がってきてまして、で吸い取った先からもう干上がってるんですよ。でですね、困ったと、思いまして、どうしようかなと思って、やっと点ちょっとプラスになってるんですけど、これまでずっと結構赤字だったんですね。で水が通ってないせいで、この汲み取りのやつをですね設置しても追いつかない状態で、ここら辺にあったね住宅エリアとかが今もなんですけども、一気に廃墟になっております。なんてことだということでですね、とりあえず、遊園地はこんな感じです。なのでまあお客さんもねいないので、もう0ドルに、ただにしたんですけど、6334人で、開始当初とあんまり変わってない感じですね。でどうしようかと思いましてですね、これ土地がいじれるんですよね。ということで、地形を低くこう設定をしてですね、なんて言うんだろう、こうでっかいここの浮島をもなくして大きな池にしてしまったらいいんじゃないかなってちょっと思ってるんです。はいはい、見てください。ちょっと地形をですねいじったら変なもうボコボコになってですね、もはやいじらない方が良かったんではないかと思うぐらいになっております。ちなみに資金はすごい勢いでマイナスでですね、電力も足りないという感じになってきておりますのでですね、まさかの、はい、破産警告まで出ました。都市を破産寸前です。公共サービスを停止して歳出を縮小するか、歳入を高めるために税率を上げなければいけません。融資を申し込める可能性もあります。救助要請、蒸気の対策でも十分ではない場合、都市を守るために救助要請を行います。救助要請を行うとその後のトロフィーが得られなくなります。いいよ、トロフィー得られなくて。5万ドルですね、総額で救助要請します。はい、もう最初からトロフィーが目的ではなかったんでね、はい、救助要請の方しました。でなんですよ、ちょっと止めて、まあ水の流れをねやっぱり読まないといけないよねということで、はい、水、これはそうだよね、こっちからこう流れてるから、ここがだから干上がるはずないんですけど、なんだかんだでこう干上がっちゃってるという感じですね。まあちょっとここの部分でいけてるのでですね、大丈夫だとは思うんですけれども、あとなぜこんなにマイナスなのかという部分もありまして、ちょっと収支のバランスですね見てみきましょう。
まさかこうなるとは思ってなかった。本当に。で、税率はですね、もうマックス 12% まで上げてるので、これ以上上げるとですね、市民が暴動を起こして、もうちょっともうええわっていうことで、出て行ってしまうのでですね、まあそうね、こんな 100% だけど、ゴミとかもちょっと削っていくぐらいしかないかな。あ、夜はこれならなかったね。で、まあ消防署っていうか、ライフラインとかも削って、どんどんこう住みにくい街に、なってますけれども、仕方ないんだよ。あとやっぱ電気がね、150% っていうのをちょっとどうかなと思うんで、これも100に戻します。はい。で、ちょっと様子を見つつですね、このマイナスがマシになればいいんですけど、ね。はい。マックスレベル5、星5つになりました。公園のレベルアップということで、バードソングパークがレベル5に到達しました。新しくローラーコースター、これジェットコースターかなと、まあ、遊園地のですね、まあ、要となります観覧車が、設置できるようになったということなんですけれども、はい。ちなみにですね、人口の方を見てもらってわかります通り、2794人、まあ大体2800人、3000人、約3000人ぐらいなんですけれどもね、人口もなんですけども、はい、見てください。素晴らしい額のマイナスになっております。あれからですね、水道のこちらのマーク、でも今もね、ちょいちょい出てますけど、このマーク、水マークがですね、ついたり消えたり、ついたり消えたりしまして、いろいろといじくり回した結果ですね、川の方、この辺りちょっと干上がってたんですけど、まあ、長い長い年月をかけてですね、元に戻ってきました。はい。で、今は、正常な感じで、汲み取って動いてるような感じなんですけれどもね。はい。とりあえずですね、今回のね、目的でありますですね。はい。遊園地は建設できたのでですね。一応このパイナップル王国は終わりにしたいんですけどもね。遊園地のことばっかり考えてまして、パークヒルズとかね、その他のペイパークのことまでも手が回りませんでした。あれだけ順調に前回行ってたのにもかかわらずですね、もうこれ以上成長しなかったというのは、こちらの、なんだろうな、もう財政のミスとしか言いようがありません。というか、ここのこのマップめっちゃくちゃ難しいですね。なんかこうコツとかあるのかな。やっぱり買うタイル間違ったかなって感じはします。あのこっち側の端っこの部分買ってたらちょっとマシだったんじゃないかなって今思いますね。どうなのかわかんないですけど、はい。ということで、とりあえず、遊園地建設編パイナップル王国はこの辺りで終わりにしたいと思います。今回の動画も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。はい。無事ね、なんとか達成できて良かったです。こんなね、町としてはもう財政破綻で、もう終わりな感じなんですけどもね。はい。町としては財政破綻で、もう終了的な感じなんですが。はい。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。さよなら。